1602年10月13日没。1528年、終わりの国で誕生。14歳で、松平広忠に嫁ぐ。1542年、徳川家康誕生。兄、水野信元が織田へくら替え。今の嫁ぎ先は、今川方の松平家。従って広忠と離縁する。この時、家康は織田方の人質となり、彼女と別れる。1544年、刈谷城へ行く。1547年、久松家へ嫁ぐ。彼女は、使者を使い、密かに家康の状況を探らせ、菓子や着物を送っていた。家康が今川の人質となった頃、母の家用員が家康の面倒を見ることに、これで彼女も一安心。1560年家康が西へ進軍した際、彼女は阿久井城で17年ぶりの再会を果たします。1600年家康の天下統一後、伏見城にて家康と対面、天下人の聖母となります。1602年、伏見城にて帰らぬ人となりました。エピソード、桶狭間の戦の後、織田方と和睦の提案をしたのは彼女であった。彼女は誰？